皆さんどうも、ヤソでございます。ちょっと報告というか、お話というか、まあ、報告ですね。最近ですね、服のレビューとか、自分のコーディネートを日々発信させてもらってて、ね、もっと自分のスキル、レベルだったりを上げたいなと思いまして、ある資格を受けようと思ったんですね。こういうファッション関係だったら、やっぱ、資格っていうといろいろあるんですけど、その中で、まあ、色の勉強をちょっとしようかと思って、最近ですね、カラーコーディネーターっていう試験をちょっと受けさせてもらったんですよね。で、まあその結果の報告なんですけど、結果はですね、はい、不合格でございました。残念。っていう報告動画です。はい。一応受けようと思ったのが、その試験の1ヶ月前で、まあ、なんとかなるかなと思ったんですけど、なんともなりませんでしたね。ちょっと舐めてました。市販のテキストを使いながら、ちょっと毎日コツコツ勉強してて、テキストの問題はある程度ほとんど解けるようになって、ちょっと自信ついたかなと思って受けたんですけど、まあそんな本番は甘いわけではなく、合格点が70点で、で、今回66点で、まああと4点あれば、合格だったんですけど、まあ、ギリギリで、まあ、70点も取れないあたり、もう惜しいもクソもないなと僕は思うので、まあ、ここは反省して、諦めずにですね、もう一度ちょっと取り組んでいこうかなという決意表明も込めて、こちらの動画を今回しております。で、試験が結構空きまして、4月、6月だったかな、ぐらいに、ちょっとまず先、飛ばしされちゃったんで、それまでコツコツ力を貯めて、次こそは必ず合格を狙っていきたいなと思います。はい、今回はそれだけの動画でございます。陰ながら皆さん応援していただけると嬉しいでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。では。